ガン必見。ナンバーアンダーライン愛のユタ騎士とユタ神宮寺が織りなす驚きの日常とは赤いバンダナとピコピコハンマー。ナンバーアンダーライン愛の新作動画が示す意外な一面とはナンバーアンダーライン愛のスタッフたちが今回もまた新たな動画を公開しました。その内容はガンユータと神宮寺ユータが電球を消してスマホの光だけでクッションの上で踊る。 赤いバンダナ、ピコピコハンマー、そして暗がりの中での神秘的な雰囲気。これらの要素が一緒になると、どんな物語が生まれるでしょうかそれは、それぞれの瞬間に独自の魅力がありますが、すべてを一つにまとめると、興味深い物語が展開される可能性があります。その物語は、コーチェラのステージではなく、布団の上で繰り広げられます。 それは笑いと楽しみに満ちたものであり、それはまさにゴーと最高の瞬間です。数えきれないほどの瞬間が過ぎていきますが、その中で赤いバンダナやピコピコハンマーなどの小道具が登場します。しかし、最も重要なのは、その笑顔であり、その笑い声です。そこには、ふざけることへの愛と、お互いを楽しませることへの喜びが詰まっています。 ナンバーアンダーライン愛のメンバー、神宮寺ゆうたくんと岸士やさぶとくんによる楽しいバラマき動画がファンの間で大きな話題を呼んでいる。布団の上でお泊まり気分を味わっていたり、ピコピコハンマーを振り回したり、赤いバンダナを巻いたりと、まさに中学生の修学旅行のノリ全開な内容となっている。何をしているのかわからない、エロすぎる、かわいすぎるなど。 様々な反応がネット上で寄せられているが、ナンバーアンダーラインアイファンにとっては彼らの素顔を垣いまみられる貴重な一品だと評価されている。ナンバーアンダーラインアイのメンバーはステージ上では冷静沈着で品のいいキャラクターを演じているが、このような動画からは彼らの遊び心や仲の良さが垣いま見えるのだ。ピコピコハンマーを持って遊ぶ神宮寺くんの姿や、 赤いバンダナを巻いて踊り回るキく君の姿は、ステージ上とはまた違った魅力が溢れている。お互いを励まし合い、楽しみながら撮影を行っている様子が伝わってくる。ただの仲間ではなく、本当の兄弟のような関係性なのだな、とファンたちは感じているようだ。兄弟のように仲のいい二人が、いつもファンのことを第一に考え、ファンを喜ばせようと努力している姿勢に、 ファンは心を奪われているのかもしれない。そして何より、この番外編の配信で、ナンバーアンダーラインアイのエンターテインメント性が存分に発揮されていると多くのファンが指摘する。彼らはどんな状況でも、ファンを楽しませようと全力で取り組んでいる。ステージ上でも、SNS でも、そして今回のような番外編でも、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、 幅広い魅力を放ち続けているのだ。修学旅行のノリ全開、エロすぎる、可愛すぎる、などの反応に見られるように、この動画は性別や年齢を問わずに楽しめるコンテンツだと言えるだろう。ファンはもちろん、ナンバーアンダーライン愛を知らない人々までもが、この動画を通して彼らの魅力に触れられるはずだ。この動画を見ると、何度も笑ってしまいます。 彼らの全力でのふざける姿勢やユーモアのあるやりとりは視聴者を楽しませること間違いなしです。布団の上での騒動や赤いバンダナの登場、そしてピコピコハンマーの振り回し、これらすべてが何か特別な意味を持っているのでしょうかこの動画は彼らが普段どんなことをしているのかについてほとんど何も教えてくれません。しかし、 その分視聴者は想像力を働かせて彼らの行動の裏にあるストーリーを考える余地が与えられます。それぞれのファンはこの動画を見て彼らの愛すべき一面を再確認し笑顔になることでしょう。しかし一方でこのような動画の裏には彼らのプライベートな部分や日常生活の一端が見え隠れしているかもしれません。彼らが何をしているのか 何を伝えたいのか、それは彼ら自身にしかわかりません。視聴者には彼らの意図を推測するしかありませんが、その分、彼らへの興味や愛情は深まるばかりです。ナンバーアンダーライン愛の二人の新しいビジュアルやコンセプトについて、私としてはとてもクリエイティブでユニークだと感じます。赤いバンダナを巻いたり、ピコピコハンマーを使ったりと、 まるで修学旅行のような雰囲気が漂っています。二人の自然体のポーズや表情から、とてもリラックスした中にも笑顔の絶えない様子が感じられます。このような親密で遊び心あふれる動画は、ファンにとって大変愛らしく、癒されるものだと思います。二人の魅力を最大限に引き出したこのようなコンテンツは、ファンとのつながりを深める良い機会になっていると言えるでしょう。 この企画を通して、ユタキ士、ユータとユタ神宮寺神宮寺ユータンが、いかにファンを大切に思っているかがよくわかる。まず、この企画自体が、元踊り時はかなりアウトな内容だったにもかかわらず、ファンの期待に応えるべく無理をして公開に至ったという経緯がある。二人にとって、ファンの喜ぶ姿を見ることが何より大切なのだ。また、 企画の中で見せる二人のおちゃめな一面もファンを楽しませようとする意図が感じられる。普段の二人のイメージとは大きく異なる。まさにおふざけモード全開の世界観を披露することでファンの笑顔を引き出そうとしているのだ。SNS にはこの企画に対する反響が寄せられているが、その多くがファンからの喜びの声だ。また、 この動画は彼らの人気や影響力を示すものでもあります。彼らのファンたちは彼らの動画を見ることで日々の生活に活力を得るだけでなく彼らとの絆を深めることができます。彼らは単なるエンターテイナーではなくファンとのつながりを大切にしていることが伝わってきます。このような動画は何か特別な出来事やイベントを待つことなく 日常生活の中で彼らの魅力を堪能できる貴重な機会です。彼らの笑顔や楽しそうな姿は視聴者に元気や活力を与え、日々の生活を明るく彩ることでしょう。さて、これらの瞬間が一体何を意味しているのでしょうかそれは単なる楽しい時間を共有するだけではありません。それは互いにつながり合い、心を打ち明け合うことで、 真の友情を築く過程なのです。赤いバンダナやピコピコハンマーはその友情の証としていつも一緒にあります。この物語は笑いと愛情に満ちていますが同時に深い洞察力も持っています。それは人間関係がどれほど重要であるかを示しています。時には小さな瞬間が最も大きな意味を持つことがあります。そして、 真の友情は、その小さな瞬間から生まれるのです。さて、次の瞬間は一体どんなものになるでしょうかそれは、今後の冒険の始まりかもしれません。笑いと冒険の中で、新たな物語が生まれることを期待しています。何をしているのか何が起こるのか次の一歩を踏み出して、未知の世界へと向かいましょう。そして、 常に笑顔と友情を忘れずに、新たな冒険に身を投じるのです。最後に、この動画を見て、あなたは何を感じましたか彼らの行動には一体どんな意味が込められているのでしょうか彼らのファンとして、あなたなら彼らの動画を見て、どんな想像をめぐらせるでしょうかぜひ、あなたなりの解釈や感想をシェアしてください。